の愛知です。もう最近ですね、ヒカキンさんがこの前ちょっとなんかハゲに関する動画でしたっけ、上げてましたけど、もうね、おでこがね、どんどんもうなんかやばいね。はい。っていうのをちょっと、おでこやべえなって思うのをサムネにしてみました。まあそれ全然趣旨と関係ないんですけど。で、今回はですね、今、1月になって、まあ2019年になってから生放送を夜やってないんですよ。で、それなんでですかっていう質問が来てて、で、それを2月になったらちょっと動画で答えようと決めてたんですね。で、それは、1月中にあることを実践してて、で、それの、まあ、感想というか、思ったことと一緒に、理由を説明するのが一番いいかなと思って、今、動画を撮って、皆さんに投稿して、見てもらっているという流れなんですけど、で、質問じゃないや。で、理由がですね、もともと、まあ、知ってる方もいるかもしれないんですけど、もともと自分、昔、精神病というか、ちょっと、まあ、心の病をですね、ちょっと負ってしまってですね、まあ、中学の時にいじめを受けてた、それが原因なんですけど、で、追ってしまって、で、今、最近は病院にはちょっと通わずに過ごせてるんでありがたい話なんですが、冬になるとですね、結構その症状が出やすいっていうのはもう自覚してるんです。冬季うつっていう言葉があるんですけど、で、これはまあ女性の方が多いんですけど、まあ自分は結構その毛があって、で、塾講師やってた時っていうのは、まあ目の前に生徒いるからね、生徒いるし、その子たちとかさ、受験だからさ、もう、そんなさ、落ち込んでらんないわけ。もう、毎日ピリピリで仕事してたから、だからそんなこともなかったんですけど、まあ今はね、まあもう、たくさんのね、受験生をこの、なんだろう、画面越しではいるんですが、そのピリピリ感ってやっぱ当時とやっぱちょっと違うので、で結構、その、まあネットだとね、そのいろんな意見にさらされる、まあ仕事というか、活動だからさ、まあそういうのもあって、割と落ちやすいんです。で、それが分かってたし、あと自分は、キャパが狭いんですよ。例えば、特に仕事ね。仕事関係で、やることがいっぱいになってしまうと、完全にダメなタイプ。これはもうよく自分で地雷だと思ってるんだけど、それが。でも今ありがたいことにいろんなね、お仕事をいただいてて、で、結構同時並行で今いろんなことをやってるんですけど、で、まぁ、12月時点でも分かってたから、1月やばいっていうのは。で、この状態で行ったら、多分気が病むと。しかもね、気が病んでる場合じゃなかったの。1月、本当に。今、ちょっとこの最近ね、動画投稿ちょっとできてないんだけど、それは、今、今週来週がピークで、そう。で、ここが乗り越えれば、まあちょっと落ち着くかなっていう感じではあるんですけど、で、まあ1月やばいなと。で、もともと睡眠時間を結構夜削って仕事をするっていうスタンスでいたんだけど、それをやめようと。で、昔、そのお世話になった先生が、精神科のね、先生が、その、いろんな対策方法あるんですよ。あるんですけど、やっぱり睡眠時間ってのは非常に大事だと。で、特に、睡眠時間も大事なんだけど、その寝る時間夜寝て、ちゃんと日光が、太陽が出てる時に起きて活動するみたいな。そのリズムをしっかり作ることによって気持ちは安定しやすいんだよって。すごくやりやすいところだから頑張ってごらん、見たこと言われたことがあって、それを思い出して、じゃあ、ひとまず、ちょっと1月から、まあ、12月後半からやってたんですけど、やろうと。で、もともといつも自分二人子供が息子がいてね。で、息子を寝かしつけるんですよ。で、うちは、まあ、9時ちょっと前からに3人で布団に入ると。入って、寝るぞ、つって。で、まあ、もちろん下の子まだ2歳なんでね、なかなか寝つかなくって、まあ、9時半とか10時に今なっちゃう時もあるんですけど、で、寝かしつけて、起きて、で、10時からちょっとま、仕事とか雑務やって、で、11時から生放送みたいな流れで過ごしてたのね。で、12時までやって、で、ちょっと仕事して寝るみたいな、だったんですけど、まあ、夜ちゃんと寝ようと。で、今は、その子供寝かしつけてる時に一緒に寝てしまうか、もしくは、10時とかに起きた時にも、まあ、1時間ぐらい仕事をして、もう10時には寝よう、みたいな。で、もちろん今、そうもいかない、締め切りがある仕事もあるから、そうもいかないんで、夜仕事してる時もあるんですけど、できる限りそうしようと思って、1月ちょっと生放送なしにさせてもらいました。先に言うべきかなとも思ったんですけど、いや、これ多分、あと、事後報告になってもいいから、その、ちゃんとこう、体験記として話した方がいいかなと思ってやらせてもらったのね。で、結果的に、良かったです。結果論ですけど、良かったなと思ってます。割と、やべえなと思ってましたけど、こう、安定してはいなかったけど、でもそれなりにこう、頑張って耐えて、一生懸命いろんなことに向き合えたかなとは思っているので、で、なんで今回この動画を撮ってるかっていうと、もちろん、こういう理由だったんだよって説明もしたかったのはあったんですが、結構ね、受験生だけじゃないけど、割と学生の時って睡眠時間を削って何かをするっていうことをすると思うの。それはまあ勉強とか頑張る以外にも、まあ例えばまったりと普通に友達と電話してたりとか、彼氏彼女なんかしてたりとか、LINE してたら3時になっちゃいましたとか、いろいろ理由はあると思うんですよ。で、自分も学生時代めちゃくちゃ夜更かしだったから、特に高校の時とか、本当に夜更かしやってて、なったんですけど、なんか、例えばね、なんとなく気持ちが、なんか、上がってこない。で、なんか気持ちが、なんだろう、下がっちゃうとか、体がだるいとか、食欲がやたらない。まあ、過食の方が多いんだけどね、冬季は多分。多いんだけど、とか出てきた時には、
まずその生活リズムっていうところを少し改善してみる。で、生活リズムっていうのはもう習慣だからすぐには治らないです。自分もこれやろうと思った時にかなり苦戦したから最初。やっぱりね、いつも2時3時とかに寝てたから、それいきなり10時とか10時に寝るって言ってもね、なかなか難しいんだよね。あとは目が覚めちゃうの。10時に寝ちゃっても1時に目が覚めるとかいろいろあったんだけど、でもやっぱり生活リズムをちょっと整えるというか、ある程度自分にまあもしかしたら受験生からしたらそんな寝てらんねえよってなるかもしんないけど、それでも普段の気持ちが安定するんだったらそこの勉強効率は絶対上がると思うんだよね。過ごしてて、だって起きてる時間が辛くって、で夜睡眠時間削ってってやるぐらいだったら自分はそっちの方がいいかなと思ってて、うん、まあ一つの体験記として、まあみんなこれが受験生ってだろうが受験生じゃなかろうがそうなんだけど、なんかそういう症状が出てきた時に、ちょっとじゃあ生活リズムちょっと、もうちょっと良くしてみようかなみたいな。いきなりガラッとは変わらないんだけど、ちょっとずつ変えてみて、やるっていう選択肢が一個持ってほしいなと思って今回動画にさせてもらいました。で、まあこれは今回伝えたいことで、まず最後おまけになるんですけど、で、今年ですね、まあ今年というか、このチャンネルがちょっといろいろなんか変わるというか、今まで撮ったことないような動画を撮っていきます。まあそれ別におふざけの動画とかエンタメ系に変わっちゃうのとか、そういうわけ全然やんないよ。全然向いてないから。俺全く向いてないから、そういうんじゃないんですけど、まああとは話します。ある程度動画がこういうことが始まるって決まったら、今それをいろんな方と打ち合わせをしてて同時並行でわーってなってはいるんだけど、ただ、学生が見たときに、その勉強っていうところ、勉強ってところ以外の部分で、やっぱり学生にとって有益なもの、少しでもなんか将来に向けて背中を押せるような、そんなチャンネルにしていきたいなってすごく今思ってて。まあそういう変化もしていくんだけど、まあ徐々にそういうのを話していきますんで、まあ今後、まあ今後ってもかなり先なんですけど、まあ少し頭の片隅でも置いてもらった上で、この動画ね、これからも使ってもらえたらと思います。はい。という感じで、まあちょっと、何の動画だって感じになりましたけど、まあデコが広いっていう話から、まあこんな真面目な話になりましたので、よかったらね、参考にしてみてください。